今日未明、宮若市で高齢男性が一人で暮らす住宅が焼ける火事がありました。仕事帰りの視聴者が撮影しました。住宅が炎に包まれ、激しく燃えています。警察によりますと、今日午前2時50分ごろ、宮若市宮田で民家が燃えていると目撃者の男性から通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められました。火元の家では78歳の男性が一人で暮らしていましたが、避難したため怪我はありませんでした。周りの住宅への延焼もなかったということです。警察と消防が出火の原因を調べています。